Space Monkeys TV。 いやスペースモンキーズ TV ようこそ。さて、3日分のね、釣れないデータをね、ちょっと集めて今日もまた釣りに来たんですが、すごいね、ガッチガチに凍結。やっぱ冷え込んだもんね、ここ1週間。まだまだ冷え込みは続くみたいですが、カチカチですよ、カチカチ。さあ、これは硬いな、氷。さあ、今日も1匹を目指して釣っていくわけですが、やっぱこの時期は厳しいね。さあ、ここは多分一番氷が溶けてないかなと思ったんですけど、一部だけどうにか釣りができるエリアで、こっち側は全面凍結。こっちのエリアも完全に凍ってますね。で、向こう岸の方までも見るからに氷。ヘラブナの釣り師のボートも一定も出てないです。もうここまで凍ってますね。ここまで凍ってます。だから、ここのごく一部だけ氷が溶けている感じですね。フィッシングストップか、これ。どのぐらい凍ってるのかちょっとついてみましょうか。あ、すごいね。こうやって叩くと向こうの方まで音が共鳴してキュンキュンってなるんですよ。さあ、凍りついてますが、やれるところでできる限りのことはやろう。ワームですね。今回は本当に小さいやつ、 TK フライ。こちらを落としてって、やれることはやろう。あと多分30分ぐらいで暗くなっちゃうんだ。いそうなところ、一応残ってるバスもまだまだおるから、それを見つけられたら仕掛けていってみましょう。さあ、パワーフィネスいってみましょう。深いな。さてさて、日の当たる方にも来ましたけど、わお、サギが飛びましたね。サギがここに何やってたんだろうね、この氷のところにね。こんな感じです。ガチ氷、ガリガリ君状態ですね。さっきサギがいたところは水が溶けてるのかな。溶けてるようには見えないんだけど。あ、ここは、なるほど、溶けてるわ。この足元だけ溶けてますね。さあ、ちょっと移動してきましたけど、やっぱこっちの方も置き場凍ってるのね。ここはウィードが夏場生い茂って非常に面白いエリアなんですけど、やっぱりウィードが生えるところっていうのは水温やっぱ高いんだなと再認識。ここは限界点みたい、釣れる場所ので、あそこのボート屋さん、ここまでが唯一凍ってない、まあもう全面凍結ですよ。お手上げ。やれるところでやりたいけど、魚がいるとは思えない。困ったもんですな。これは釣り具屋か。はい、ということでね、帰ってきました。この3日間釣りに出かけたんですけど、寒波の影響もあって、徐々に徐々に釣りができる範囲が狭くなっていく感じでしたね。いやー、難しくなりますね。まあ、今後もこういう動画が多くなりますが、皆様今後ともお付き合いください。ということで、以上、スペースモンキーズ TV でした。バイ。